ゆかないです。ゆかちゃんです。やっちゃんです。はい、ということで本日は日発密談競技場に来ております。イエーイ。はい、本日はなんと横浜 FC の試合を見に来ました。なんといっても今日の試合勝利すると J1 昇格というね、ねえ、もうすごい大一番よ。大事な試合だね。大事な試合に出場させていただいたので応援をしながら、以前にも鳴りの視線でこちらのスタジアムには来てるんですけども、またね違ったブースとかもあるみたいなので、そちらもね体験をしながら皆さんに見ていただければなと思います。楽しみよ。そう、大一番ですからね今日は。こんな試合にさ、ククダが来れるっていうのもめちゃくちゃありがたいです。では早速いきたいと思います。はい、レッツゴー。本日ですね、このスタジアムを回っていくにあたって案内してくれる方がいると。おお、はい、早速ご紹介したいと思います。内田さんでございます。お願いします。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ食べてんだけど。
めっちゃ美味しい。止まらない。止まらへんのよ。二口いっちゃうから。美味しい。あ、いいね。ご飯と相性がいい。すぐ二口目いくのよ。あ、ね、二口目めっちゃいっちゃうの。食べたらわかる。一口じゃ止まらない。ほらほらほら。背を向け始めました。リコちゃん。おすすめです。はい。来たらぜひ食べてみてください。すごい。見て。確かに、では食べたいと思います。はい、いただきます。うん、どう？うん、おいしい。お魚も入ってる。お魚めっちゃおいしい。おいしい。いただきます。いや、行くと思ったよ。どこで行ったよ。美味しいそうです。何言ってかからない。なんか横浜 FC さんのところバスの中を見れるそうです。やばすぎ。やばくない。さっきまで選手乗ってたってことです。そうやな。席はあったかいです。何やねん、席はあったかいです。そんな大事大事。匂いもあるってことは匂いもある。匂いもある。でも香水とかね、匂ってくるから。確かにね。そういうのしっかり噛み締めていきたいと思います。はい、行ってきます。よし。すごいすごい。中は特にめっちゃいいです。これって大体2つの席に1人ずつ座ってる感じなんですか？そうですね、大体そうです。仲いい人だけ2人ですよ。仲いい人だけ。大体どの選手がどこ座るか決まってるんですか？あー、多分決まってると思う。すごいですね、おトイレもちゃんと。すごいすごいすごい。ふっかさんみたいに貧乳な人がいたらね。あれ、金魚なんだ。大体高速道路っていつもね、トイレ寄ってくださいなんと今からまたまた横浜 FC さんのご好意でこのピッチのここに立ってウォーミングアップを見学できるそうです。雨が降ってるんですけど、たくさん人が来てます。大分もすごい人が来てるよ。もうゴール裏はこんな感じでございます。すごい。あ、選手来てる、選手来てる、選手来た、選手来ました。キーパーですね。キーパーお二方が今六冠選手がスタメンでございますからね。あ、投げてる、なんか投げてる、なんか投げてる。さあ、今日サインボールがね、皆さん選手の皆さん投げられるそうで、すごい、めちゃくちゃ近いです。すごい。わー、選手の皆さんが来ました。すごいよ。近い近い。パスですね。パスが始まりました。ボールが1球ずつ等間隔に並んだので2人組で今パスをしてますね。今ね、大分トリニータの選手たちが出てきました。裏ではちょっとじゃあ早めにアップをスタートしたのかな、横浜 FC の方が。怖いです。失点してしまいました今。でもいいボールだったな。まだまだね、時間があるからね。でだいぶね、横浜市ボール攻めてんね。一応
3番 FC のフリーキックでございます。はい、めっちゃいい位置じゃない、やばい、あらヘディング、あー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 、はい、ということでまた今日一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、楽しんでいただけました？いや、歌って楽しかったです。あ、よかったです。見れないところもね、いろいろ紹介してもらったりして、はい、貴重な体験ができました。ありがとうございます。はい、とんでもないです。今日の試合、2対3ってことで、はい、対戦ということだったんですけど、どうでしたか？そうですね、やっぱりまあ簡単にはいかないなっていうのを感じましたし、でもまだ次、またホームで試合ができて、自力で昇格を決めるチャンスあるので、しっかり気持ちを切り替えて、また選手でやっていきたいと思います。はい、次の試合はね、まだ勝てばね、もうそれで勝てば決まりですもんね。はい、ぜひ皆さん見に来てください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ。